ラビバルマが1895年に描いたジャターユ。ジャターユは、ラーバナにさらわれるシーターを助けようとし、翼を切り落とされる。同じく、ラビバルマが1906年に描いたジャターユ。ジャターユあるいはジャターユスは、インドの女子誌、ラーマーヤナに登場する巨大な鳥の王である。老齢のハゲたかで、年齢は6000年を数え、ダンダカの森に住む。ラーマーヤナ及び、 マハーバーラタでは、父は、カシュヤパセントビナターの息子アルナとされる。母の名前は、ラーマーヤナでは、シュエ営ニーとなっている。また、ガルダのことされることもある。兄にサムパーティがいる。象の鼻に被見する長さの硬い鍵爪を持つ。ラーマーヤナによると、ジャターユは若い頃、インドラ神を征服するためにサムパーティと共に天に、飛翔したが、太陽に近づきすぎて、 その猛烈な熱のために力を失い、地上に落下した。この時ジャタイはサムパーティの領域によってかばわれたが、その代わりにサムパーティは太陽の光に焼かれて翼を失った。その後ジャターユはダンダカの森に、サムパーティはビンディア山で暮らすようになったとされる。マハーバーラタによるとジャターユとサムパーティはどちらが先に太陽神。 スーリアの集会場に着くかを競ったが、サムパーティの翼は燃えて、ジャターユの翼は燃えなかったという。後に、追放されたラーマ王子が、火のシーターと弟、ラクシマナを伴えて段高の森にやってきたとき、王子の友人となり、シーターを守護することを約束した。このときジャターユは、自身の家系について語る過程で、カシュヤパセンの生類創造神話を語っている。 ラークシャサの王、ラーバナが、ラーマ王子のルスの間にシーターを略奪したとき、樹上で眠っていたジャターユは、シーターの叫び声で目を覚まし、ラーバナに襲いかかった。ラーバナは弓矢で応戦したが、ジャターユは降り注ぐ矢を弾き返し、さらにラーバナの黄金の戦車を破壊した。しかしラーバナは、ジャターユが、老齢のために、すぐに疲れているのを見ると、飛び去ろうとした。 ジャターユは追いかけてその背中に傷を負わせ、また銃の腕を食いちぎったが、ラーバナの腕はすぐに再生し、剣で翼を切り裂かれ、地に落下して、品種となった。帰ってきたラーマは、ジャターユがシーターを食い殺したと疑い、品種のジャターユに対して、弓矢を構えた。しかし、ジャターユが、シーターがさらわれたことを告げると、ラーマは弓矢を捨てて、ジャターユを抱き上げたが、 ジャターユは略奪者の名前を告げることなく王子の腕の中で死に仮装されて昇天した。ケララ州にある巨願はジャターユ絶足の地と言われており、同地には多くの観光客が訪れている。ありがとうございます。